ナリティのニャン吉です。はい、ナノです。ルルです。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、この番組は収録放送となっておりまして、本日ツイキャスにて生放送配信中となっております。コメントお待ちしております。サブカルって何なのは幻フェスを全力で応援しております。はい、ではナンナちゃんどうぞ。いきます。今週はなんとなんと、私のパーソナリティのニャンキッズさんゲスト会です。やったー、イエーイ、よろしくお願いします。ニャンキッズさんこんばんはでございます。こんばんは、ニャンキッズゲスト会です、はい、自分の番組なのに自分がゲストとして呼ばれるって面白いですね。なんかいや大事大事嬉しい。今ナンナちゃんに呼ばれて超嬉しかった。ありがとうございます。ニャンキッズさんだよ、ゲスト。はい、よろしくお願いします。まあ、はい、さんね、なかなかこのパーソナリティの紹介っていつもゲストばっかり、ゲストばっかりって言い方悪いな、ゲストさんのお話をメインでしてる番組なので、なかなかパーソナリティの話しないんですけど、うん、今日はあの私あの僭越ながらもいろいろ聞いてください。何でもよろしくお願いしますではではでは、早速早速本日ゲストになったという原因、理由をですね、はい、あ、そうですねそうなんです。ニャンキッズさんは何か最近新しいこの活動を始めたと、何かに加入されたとの噂が聞こえておりますが、はい、なんとですね、真相は、はい、全国な、まあこの YouTube で配信をされている人狼ゲームの Zoom 人狼ゲーム配信の、番組がございまして、ガーデンリーグというのがあるんですけれども、そちらの、チームのメンバー、とんこつナインというあの九州沖縄のチームがあるんですよ。そちらのメンバーに選ばれました。ありがとうございます。嬉しい、すごい、はい、ちなみにこれは沖縄県民では初ですか？いや、実はですね、あの2人目なんですよね。おお、はい、1人目誰ですか？あ、1人目はあの魚ちゃんっていう、あのめちゃくちゃ可愛い、魚ちゃん、はい、魚ちゃんが、そう、魚ちゃんやってた、やってます。とんこつナインっていうメンバーさん、沖縄で初めて選ばれたのは魚ちゃんで、あの同じとんこつナイン、まあ沖縄なのでっていうのに選ばれて、私は2人目のあのとんこつナインメンバーとなりますので、はい、魚ちゃんも今現役？あ、一応プレイヤー、メンバーではいるんですけれども、今期このガーデンリーグっていうのが今シーズン7ということで、シーズンごとに1シーズンこうやって分かるんですけど、シーズン7にはちょっとお休みっていうことになってるんで、あの前々回とかこの前回とかこのさかなちゃん出てたので、 YouTube で検索したらさかなちゃんの活躍見れると思いますので、はい、皆さんぜひ見てください。いつか一緒にね、あのガーデンリーグ出れたら嬉しいなと思ってますね。お、バイトです。はい、ガーデンリーグっていうのはこのゲームの名前ですか？あ、このそうですね、そう、これが名前で、難しいよね、人狼じゃなくてガーデン、なんでなのって、何なのって思うと思うんですけど、うん、ガーデンっていうのがこの、まあ人狼の庭っていうお店があるんですよね。まずこのガーデンリーグを作っている主催の庭さんっていう方がいて、その方がやられてるお店が人狼の庭っていう人狼ゲームのお店があるんですけど、そのお店から取ってガーデンリーグっていう、まあ、細かい由来はちょっとあのしっかりとはお話できないけれども、あのガーデンリーグっていう庭っていうので、まずあのちょっとガーデンリーグとは何ぞやというところでお話しさせていただいてもいいですか？お、ぜひぜひお願いします。はい、ね、まずね、あの見てる方ガーデンリーグなんだろうって思うと思うんですけれども、あの、うん、この私たちが今やってるズームみたいな感じで人狼ゲームをやる、うんうん、あの番組となっております YouTube のチャンネルで、で各地方、この北海道から沖縄までを代表するあの対面人狼プレイヤーが集まってチームを作るんですね。あ、北海道のチームだったり、うん、まあ、九州のチームだったり、関東、東京のチームっていう、うん、あのそれぞれのチームがあの結構あるんですけれども、その中で7名ずつプレイヤーを選んで、7対7で2つのチームが人狼ゲーム14人集まって人狼ゲームやって戦って、まあ、勝った陣営にポイントが入ったりして、その中で一番ポイントが高い人が優勝するっていう、あの人狼ゲームのリーグ戦 の、 あのチャンネルとなっております。はい、ポイント制ってことはこの勝ち抜きだとかではなくて、うん、このポイント数制、うん、あ、そうですね、勝ち、あ、そうだね、全体のポイントで高い、そう、うん、高いチームがあの優勝っていう感じで、総当たり戦みたいな感じで、どこ対どこが今日だよみたいな感じでやっていくっていう感じですね。なるほど。これは配信は Zoom、YouTube、
YouTube の方で、されていて、実はですね、今日裏でガーデニングやってるんですよね。しかも初戦が行われているということで、お、今この配信してるんですけど、裏ではガーデンリーグで北海道対ニワジャパンっていう、北海道のこの一座、札幌人狼一座とニワジャパンっていうのがやってるので、まあ、よければもしちょっとでも興味持った方はですね、この配信見た後に YouTube でガーデンリーグ検索して、見てみるのもめっちゃいいんじゃないかなって。ぜひぜひ。あ、生配信なんですね、YouTube、生配信でございます。お、すごい、はい、全国総当たり戦、にゃんきさん代表、すごいですね。選ばれる基準とか何かあったりされるんですか？基準なんだろう、このなんだろう、なんで選んでもらったかを一応私も気になって聞いたんですよ、このチームの方に。なりますよね、はい。多分サブカルって何なので、ラジオで人狼やってるからですよ。そういうこと。あ、そういうと綺麗だね。確かに、なんかいろいろ発信してるからなのかな。ただね、これまあ、ちょうど配信切ってる時に僕冗談でやったんですけども、にゃんきさん覚えてると思うんですけども、まあ、小玉さんっていう人狼のトッププレイヤーさんが、はい、ツイッター上でお遊びで、うん、ガーデンリングのやつら俺たちの歴に遊びに来いよみたいな、うんうん、を上げてたの。それを俺パクってこの配信でもやったことがあって、おその時にゃんきちさんに怒られたんで、ね、その時もしかしたら誘われてたのかもしれませんね、うん、あ、そういうことですか。そうなのか、実はもうすでに。そうだから、ちょっと悪口的なことやめなさい、ルルさんって怒られたっていう、まあ、そうですよ、ちょっと危ないですからね、本当にルルさんだけには注意していきたいなって今後も思っておりますので、全国区のプレイヤーになったからにはマジで真面目にちょっとちゃんとした人狼をやらんとなって思っておりますので、代表として頑張りたいと思います。すごいね、沖縄だけじゃないんですよ、ニャンキーさん。全国でニャンキーさんって言われて、あーって分かりってことなんですよ。かっこよくないですか？嬉しい。やられてる方は結構知られてきてますからね、全国的に Zoom やられてますんで、ね、そうですね。あ、そっかそっか、今会えないから Zoom がメインなんだ、うん、なんかその上でちょっと今日私のプレゼン会ってことでいろいろおしゃべりしたくて、めっちゃ喋ってほしい。いいですか？このね、選ばれたチームが豚骨ナインっていう九州と沖縄のチームなんですけど、美味しそうなチームだね。で、豚骨ナイン美味しそうだよね。でこの、まあ、メンバーさんそれぞれ個性豊かな方がいるんですけれども、めちゃこの何チームか全国この北海道からあるんですけど、その中でも豚骨ナインが私めちゃくちゃ好きで、なおかつ他のチームにない特色があって、それが、コスプレをするっていう。あ、楽しそう。そうなんですよ。別のチームは結構この真面目にガチで人狼したりもするんですけど、まあもちろん豚骨ナインもちゃんと真面目で人狼はするんですけど、その上で、仮装、楽しませるのもやるんだね、はい、そうなんですよ。その仮装チームの7名全員が仮装してやったので、まあ例えばですけど、昔あったのがこのセーラームーンのコスプレとかをされていたり。楽しそう。はい。ズームだから背景をズームのこの背景にして遊べるんですよ、いろいろこのなんか。でそのメンバーさんの中に私が加入するということは、つまり私も仮装をするということでございます。最近何かこのとんこつナインさんで仮装したんですか？いや、今最近やってるやつでってことですか？うんうん、何か出ました？チームのやつも楽しいんだけど、私が今一番おすすめしたいのがオネリンピックっていう、オネの面白かった、俺も見た、はい、ズーム人狼で男の人がプレイヤーさんなんだけど、みんな、うん、女装、このお化粧してウィッグかぶって、お姉の口調で、もうあんたがブスよ、あんたがブスよみたいな感じでやる人狼ゲームがね、めちゃくちゃ面白いので、いや、なんか聞いてるだけでも面白そう。面白いよね。そうだからね、ぜひ今見てる皆さんにはね、聞いてる皆さんには、このガーデンリーグオネリンピックから入ってもね、めっちゃ面白いんじゃないかなって思っております。僕もオネリンピックから入りました。あ、ちょっとルルさん、オネリンピックのお話も聞きたいんですけど、ルルさんどうでした、オネリンピック見て。あ、すごい面白かった、うん、あんたブスねってでも後半ちゃんと人狼やるんだよ ね、 あれね。そうなんですよ、ちゃんと人狼ゲームはやるんですよ、うん。だから俺全然分からなかった、あれ人狼は。やっぱガーデニングさんさすがでございます。みんなうまい、当たり前だけどうまい。お、ツイキャスのコメントの方でもカズンさん、私もオネリンピックからです、おー思います。一番入りやすいもん。
そうですよね。ここでキャラの強い人の推しを見つけて、うん、その人の、チームを応援してあげて、でさらに YouTube で、まあ投げ銭をしてあげるという感じで、うんうん、結構投げ銭もしてますし、まあ生配信知れば200人近い人が見てますよ。すごい。おーすごいね。それの半分でいいんで、にゃんきちさんこのラジオに連れてきてください。いえーちょっと頑張ります。そこで見てね、いつも通りのにゃんきちさんのプレーを楽しいプレーでやれば、おのずとファンは来ると思います。間違いない、にゃんきちさんなら。いやでもね、なんかやっぱり緊張しますよね。なんかアドバイスないですか、ルルさん、なのちゃん。まあとりあえずは初戦はいつなんでしょうか。あ、そうだそうだそうだ。そうですね。まあ、とんこつナイン VS どこどこみたいなのがあるんですけれども、いいのかな。そうですね。一応、とんこつナインの初めての初戦には出ないんですよ。で、来週の一応金曜日の予定はあるっていう感じで。来週の金曜日。そうですね。何時からですか。10月29日金曜日。はい、配信は20時15分からとなっておりますので、8時から、はい、うん、よければお暇な方は一緒ににゃんきちを応援してくれたら嬉しいです。改めてツイートもするのでよろしくお願いします。ぜひぜひ。すごい人狼ってことは、これはもうプロって言ったらあれだけど、私初心者と違って、最初にもうヒントとかなくやっていくタイプの人狼ですよね。いやー、でもね、一応配信っていうことで見やすくはなっているので、本当になんか視聴者さんと触れ合いながら楽しくやれるんで、コメントしてくれたらスパチャとかだと読み上げてくれるんで、ぜひにゃんきちへのスパチャ待っておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いった CM でございます。はい、戻ってまいりました。はいはい、にゃんきちさんどうぞ。はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。エピソードワンナイト人狼のコーナーです。イエイ。ではルール説明、ななちゃんお願いします。はい、ここからは3人で人狼を行っていきます。今日ゲストさんいないので、はい、1枚伏せたカードがあります。このカードが人狼なのか市民なのか、それは誰も知りません。ってことで人狼ゲームを行っていきます。イエイ。今週のお題は、残り2ヶ月ですが、今年中で達成したいこと、目標です。です。はい、それでは、はい、ニャンキチさん、よーいスタート。はい、私ニャンキチが今年中に達成したいこと、それはですね、今まさにズームで人狼をしてガーデンリーグ選ばれたんですけれども、次は主催イベントを開きたいという夢があります。はい、なおかつ内地の大物ゲストさんを呼んだズームの主催イベントを開きたいと思いまして、私12月までに絶対開くと、もう頑張っておりますので、はい、それが目標でございます。絶対開きます。よろしくお願いします。はい、それではナナちゃん、よーいスタート。はい、私やっとカラオケハウスが開いた、ちょっとコロナが落ち着いてきたっていうのもあるんですけれども、ちょっと今自分自体がちょっとあまり運動が体によろしくないということでちょっと配信をですね始めていきたいなと。ルルさんのこの機材集めを見てると思ったんですけど、自分自体もちょっと機材集め始めてて、これが揃い次第準備でき次第です。ちょっとアプリとかそういった配信アプリを使ってちょこちょこ配信でちょっと人脈を広げていきたいなと思っているので、できればできれば今年中に700人ツイッターとパスタイナと思っております。いいね。はい、それではルルさん、よーいスタート。私が年内あと2ヶ月でやろうとしていること、やりたいことでございますね。実はミュージックビデオを撮ろうと思いまして。お、すごい。すごい。マジっすか。前々から作ってる曲がもう4曲ぐらい固まってきたので、うん、で結構最近動画編集に凝っててですね、いろいろシステム的にも楽しんでるので、でちょうどPV を撮ろうと思っておりましたということでございます。はい、残り2ヶ月、まあもうちょっと寒くなってくれたら嬉しいですね。そうですね、はい、ちょっと涼しかったですね。議論は6分間です。はい、おはようございます。スタートでございます。おはようございます。はい、なるほど。ちょっとコメント拾いましょうかね。あ、そうですね。沖縄のカリドさん、にゃんきちさん村、なんなさん村、はい、ルルさん村。いや、全員村じゃん。ちょっと待って、だから別にある話でしょ。そうそうそう、っていう。あ、そうだ、あるや。で、カズンさんはにゃんきちさん村と言ってましたね。イエーイ、ありがとう。にゃんきちさんもね、先週ぐらいからずっとこれだから疑っちゃいけないんだ。ずっとこれだから、そう、どうも人狼のことしか話さない人だから。これはもう今目標をかけて達成していただきたい。ねえ、
我ら何回もこのお大事をやってるからね、あのなんとなく分かるんじゃないかなって思いましたね、それぞれだから。とりあえずニャンキッさんは村っぽい。やった村だ。で、なんこれで、なんでカラオケで、あの配信を始めていきたい。それは何の配信？ツイキャス。何の配信？歌だとかなんだとか、ツイキャスじゃだけではなくてですね、そういった、まあ、あのアプリとかも。ここ何配信するのかなという、あ、そう、なんかポコちゃんもいいよって言われたんですけど、あのビゴなんちゃらとか、あ、ビゴとか17だとかなんかいろいろあるみたいなんで、それ一番、利益率が高くて人気あるのはビゴでございます。あ、そうなんですね、すごいルルさんが標準的に言うのはポコちゃんで、次17がポコちゃんに追いつきそうだなっていう感じで、あとは無課金とか、ちょっと課金でミクチャとか、スノー、ショールームとかでございますかね。で感じでいろいろみんな習ってて、このルルさん聞いたりとか、太郎さん、マッキーさんだったりとか、お話聞いて面白いなと思ってる所存でございます。いいね、これはね、ぜひ見に来て。でもね、ポコちゃん配信するんだったら、アカウントもう一回消してからやらないとダメですよ。あれは使わないです。うん、あれ見る線なんで。あ、見る線アカウント。アラさんからも、沖縄のカルズさんからも、平和村でございますって言ってるんだけども。本当に俺す、まあ、ニャンキッツさんはさすがにないだろうなと思ってます。この回で、この人狼ゲームのガーデンリーグに入りましたっていう人が、こんな嘘のつき方したら。いや、そんなこと、ちょっと待って大変なことになるからね。大変なことになるから、さすがにそこまでブレなやつじゃないですよね、ニャンキーさん。いや、ちょっと待って、今なんかいろんなもののハードルが上がった気がするけど、まあいいですよ。私疑ってもいいけど、まあ疑わないでほしいけど、そういう疑わない方はダメですよ。もう純粋に私が夢を追いかけてるっていう風に信じてくれたら、うん、そうそう、だけど今年いっぱいで大きいことしてくれると。はい、だから今年いっぱいっていうのが、ニャンキー、今、ナナちゃんすげえいいこと言ったと思う。引っかかった？引っかかった。だってね、毎年12月にニャン人狼でクリスマスパーティーをやってるから、これはもう今年に限らず定期的にやることであって、今年ではないんだよね。でも残り2ヶ月でそれ以上に別のことやろうとしたら、結構時間がなさすぎないかなと思って。ルルさん、いいとこに気がつきましたね。はい。実はもう動いてるんです。はい、その夢を達成するために頑張って今あのいろいろとあのやっているので、私の中では達成できるかもしれない夢っていうのが一番上位に来ているっていうことで、はい、動いているので、はい、これで疑わないでください。まあこれごと全部嘘だったらもうすごいことだからね。すいません、さすがに、ね、悪いことしちゃったな今。なんか先月ぐらいからずっと言ってるのに何かはしてるんだろうなと思っていた所存です。ありがとうございます。ルルさんをちょっと疑ってみようかな。じゃあ、はい、ルルさん PV って、なんか有名な自分の曲があるんですか、やりたいやつって。まあ4、まあ3、1曲はもともとある曲で、うん、残り3曲は書き下ろしましたね、新しく。おお、いいですね、新しくって、うん、なるほど。もうちょうど1曲目残ったやつが結婚ソングで祝福の歌って曲で、まあ、春に作った曲で、で夏秋冬とこの4曲入りの春夏秋冬っていうね、まあマルチアルバムというなんていうのかな、4曲入りのシングルアルバムちょっとしたやつを作ってる最中で、形にできたんで、それをなんか PV 撮りたいなっていう。もう2ヶ月でできるってそれこそ思わないな。あ、いや1曲だけですよ、PV 撮るの。あ、なるほど、1曲だけか。その中何を撮るんですか。確かに一応今冬の歌かな。冬の歌。セーターと君と私っていう歌があって。セーターと君と私？うん。セーターとワイシャツと私みたいな。うわ、思った。そういう、なんか嘘っぽいんだけど、めっちゃ、待って、めっちゃ嘘っぽくない？まあ、その歌を。で、今。みたいな、よくわかんない曲あるじゃない。あれだと思った、今。セーターと、何？私と？なんて言いました、今。めっちゃ面白かった。セーターと君と私。セーターと君と私、レイさんの新曲。ちょうど黒沢さんに相談しに行った時にちょうど5メーターぐらいのすげえクレーンのスポット持ってて、なんか最近入れましたって、これ使いながらちょっと面白いピーブ作れそうだなと思ってます。どうしよう、レイさん疑うかどうかなんですよね。そうなんだよね、ナナちゃん疑わないから。残り40秒迷うな。ルルさんはちなみにどう思ってます、今のこの現状。あ、まあ、とりあえずニャンキスさんだけはないと思ってるから。でもナナちゃんはあるんだよ。
なんだちゃん、そもそも配信したり、そんなに見てはいるけど、見るだけで満足してるってパターンがあると思うので、にゃんきちさんに任せる。にゃんきちさんにも先輩させよう。なんなちゃんが狼か狼じゃないか。なんなちゃんは絶対村人。ルルさんがどうかだよ。だだ、難しい。ルルさんがどうかだよ。多分ルルさんがどうかだよ。迷うな。ちょっとなんか突然すぎるからな。平和村、希望だけど、あの曲のタイトルは嘘っぽすぎる。だからよ。はい、議論は終了でございます。ヤキさんどうぞ。はい、では投票の時間となりました。今回はですね、この3名のパーソナリティと、あと1枚賭けのカードを用意してる4枚あるんですけれども、私が3、2、1でカウントを取るので、その人の名前を呼ぶっていうのが普段なんですけれども、賭けのカードが人狼のカードと思うっていうのは、いないっていうふうにしましょう。はい。うん、はい、3、2、1のカウントで、人狼だと思う人、ルルさん、ナノちゃん、ニャンキチって思う人は言って、いないと思ったら、3、2、1のカウントで、いないというふうにしましょう。ツイキャスご覧の皆さんもよければコメントでね、誰が疑わしいかいないのかっていうのをツイート、このコメントを打ってくれたら嬉しいです。では、準備整った方は、なんかポーズ。なんかポーズ。はい。むずいですが、いきますよ。人狼だと思う方に投票してください。3、2、1。ナオナちゃん。大変なことになった。た私がいない、ルルさんが、なんなちゃん。私。なんなちゃんが？ルルさん。まあこれはすぐ決戦ベベベじゃなくてなしで、もう最近。もう一回再。釣りがなければ、はい、次郎の勝ちでございますっていう。そうですね。わかりました。ではもう一度だけやりましょう。はい。いやー、迷うな。どうなのか。決まった、決まった。決まったらなんかポーズ。はい、いきますよ。はい。では、次郎だと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。いない。ルルちゃん。同じだった。私がいないルルさん、ナナちゃんがお互いということで、ルルさんお願いします。これはどうなるんだ。本日この村には釣りなしなので、この中に人狼さんがいた場合は人狼の勝利となります。はい。信じ切ったこの村は平和を取り戻したのか。人狼さん、カミングアウトガオでございます。ルルさんだよねだよね、はい、めっちゃブレてるんですもん。だってアルバム作りたいとか TP 作りたいねえ、めっちゃブレてたよね。わかるんだよ。なんだよ、部屋なんだろう、セーターと私と君みたいなさ。いそれ確信だったよね。確信だった。もう怪しかったけど難しかった。まあ、そいい嘘でした。楽しかった。残り時間50秒でですね、はい、我々サブカルって何なの、はい、月1の新準レギュラーメンバーが増えます。イエイ。11月から、11月から来週からですね。ツイッター見た方は分かると思うんですけども、花のある方なんで、うん、発表したいと思います。はい。お、その方は、その方はジャパナさんでございます。イエーイ、ジャパナさん。パチ、ジャパナ、花があるということで。ああ、そういう意味だったんだ。花がある。なんか女の子かと思ってましたよ。花っていうから。っていうことなので。ジャパナさんが毎月、誰か、幻フェスに関わる誰かを紹介してもらうというコーナーを作りますので、はい、ぜひそのコーナーも楽しみつつ、我々の番組よろしくお願いいたします。はい、それでは、ニャンキさん、ガーデンリーグ頑張ってください。頑張ります。また来週。また来週。ままに生きるという無理難題を昭和されて、頭抱えて慌てて、いつまでもこのありさま、ただ日々を過ごすこと、ずっと続いてきたこと、とっくに慣れたつもりが下手になってくみたいだ。到底無理な話と文句をつけてばかりのくせに、
やめてしまわずにいるのは何のためだって押し付けられた世界で好きになるものは少しだけそいつを集め固めた一人乗りの戦車今日をしのいだ僕を嘲笑うような朝日それならもう息など止まってしまえばいいとついたのはため息